レオポルドル・ゴネス。レオポルドル・ゴネスは、アルゼンチンの詩人、短編作家。アルゼンチン近代を代表する文学者の一人で、モデルニスモ文学の担い手の一人。行動的な性格と、旺盛な知的好奇心の持ち主で、著作の中には、哲学や数学に踏み込むものもある。斬新な詩風と、巧みな習字が評価されている。ルゴーネスとも表記する。 アルゼンチンのコルドバ州サンタ、マリアデルリオセコに生まれる。大学を卒業後、1891年に、ブエノスワイレスへ出て、郵便局員など様々な職業に就く。この時期に、アルゼンチンに滞在中であったルベンダリオのチグを受ける。新聞記者を務めていた際には、社会主義を称賛する記事を書いている。やがて雑誌。 モンタニアの発行をはじめ、一方で試作を始める。1897年に、諸女詩集、黄金の山々を発行。ルベンダリオに賞賛される。この作品では、女子詩への好みがうかがえる。以後は、様々な詩風を模索する一方で、散文も手がける。1905年に、詩集、庭園の黄昏、翌年に、短編集、奇妙な力。 1909年に、感傷的な小読みを発表。1910年に、アルゼンチン独立100周年記念として、世俗的な昇華を発表。この頃から、女ジ誌へジの系統が顕著になる。詩人としての名声も高まり、政府の文化系機関の養殖や国際連盟の文化事業部門の委員を歴任。アルゼンチン作家協会を設立し、 1926年には国民文学賞を受賞する。1927年に昔からの歌を発表するが、この時期から次第にファシズムに傾倒するようになる。だがこれによって若い支持層を失い、さらには独裁政権の崩壊によって知識人層からも球団を受ける。1938年、リオセコのロマンセを意向に、 ブエノスアイレス郊外のティグレにて、服毒自殺した。ルゴネスは当初は無政府主義者であったが、やがて社会主義を標榜するようになった。これは、詩人は、社会の指導者として、大衆を正しく導くべきという彼の思想が、反映されている。この思想は、諸女詩集の黄金の山々に強く反映されている。だが次第に、社会主義の限界を知るようになると、 国家社会主義に傾倒する。しかし、ここでも絶望を味わうことになる。自殺の原因の一つとして、このような政治的挫折が関連していると考えられている。同じくアルゼンチンの作家であるホルヘルイス・ボルヘスは、ルゴネスを、自らの先駆とみなし、三文集、創造者を捧げている。新潮社、新潮世界文学辞典、ハット ABC 小学館。 日本大百科全書集英者、世界文学大辞典、新潮社、新潮世界文学辞典、平凡社、世界大百科辞典、岩波書店、岩波西洋人名辞典、ヒソトアソシエーツ、西洋人名、著者名典挙録、西洋人名読み方辞典では、ルゴネス、小学館、日本大百科全書、三聖堂、大辞林畜麻書房、言葉の国、ポプラ社、 諸国物語では、ルゴーネスと表記している。本記事名は、文学系の参考図書に多く採用されている前者に寄った。スペイン語の発音では、後ろから2番目の音節に強制が置かれるので、ルゴーネス表記の方が近い。ABCD 集英社、世界文学大辞典、ハット AB 訳によって、家庭の黄昏ともされる。AB 訳によって、感情の暦、 感情的な暦ともされる。AB 独立100周年記念であることから、署名を100年最下とする場合もある。AB ポプラ社諸国物語、ハット AB 役によって、リオセコの物語師ともされる。平凡社世界大百科事典。ありがとうございます。